県立大学にはこの春326人が入学しました。今月2日の入学式が中止となったため、新入生が顔を合わせるのは初めてです。説明会は感染防止のため学科ごとに教室で行われ、学長の挨拶は映像で流されました。席と席との間隔も空けられていました。看護学科ではキッチンペーパーを使った簡易マスクの作り方も紹介されました。これから感染を防止していくために一人一人が自分がどういうふうに行動したらいいかをもっと考えていくべきだなと思いました。もし私が養護教員になった時にはこういう状況になった時には感染を防止していくために全力を尽くしていきたいなと思っています。やっぱちょっと楽しみにしてたので残念です。心と体の両方を元気にすることができる看護師になりたいです。県立大学では今日と明日予定されていた新入生の歓迎行事も中止になりました。授業はあさって始まる予定です。